復旧作業に参加したのは福岡を拠点とする災害ボランティアの団体や福岡舞鶴高校ラグビー部の生徒などおよそ50人です。朝倉市の須川地区は2017年の九州北部豪雨で甚大な被害を受け、一部のエリアは今も側溝に土砂が溜まった状態となっています。土がしっかり溜まって根が張っているので、それをしっかり掘り返すのが大変ですね。砂も時間が経って硬いんで、硬くなってるんで、そういうところがちょっと大変です。助かっております。今回の復旧作業は地元からの要望を受けたもので、参加者はシャベルやクワを使って大量の土砂をかき出していました。